こんにちは、こんばんは、赤尾です。本日は、恐怖ランク A まとめ37、お送りいたします。では、早速。どうぞ。B とは今勤めている会社で知り合った。俺が入社した時、いろいろ面倒を見てくれたのが B だ。B の指導は大雑把なもので、几帳面な俺はかなり戸惑ってしまった。だが同い年であったことと出身地が同じであったことで、一気に親しくなっていった。俺と B は毎日のように飲みに行った。二人とも車が好きで、話題には事欠かなかった。だが、入社して半年ほど経った頃から B の付き合いが悪くなった。俺たちの関係は至って良好だが、飲みに行く回数は明らかに減っていた。慣れない環境にいる俺に、気を使っていてくれたのだろうか？そういえば B は意外と酒の量は少ない。もともとそんなに飲むタイプではないのかもしれない。それから3ヶ月ほど経つと、次第に俺たちの会話は少なくなっていた。俺からは話しかけるのだが、B から話しかけてくることが少ない。あったとしても仕事の内容がほとんどだ。何か悪いことでもしてしまったのだろうか？俺は他の同僚に相談したが、みんな一様に B に変わった様子はないという。以前は明るくて、毎晩のように飲みに行っていた。と説明しても、なぜかみんな揃って釈然としない表情だ。俺は理解に苦しんだが、考える時間は与えられなかった。というのも B が突然無断欠勤し、それから一週間もの間出勤することがなかったのだ。俺や上司は何度も連絡したが、その都度トローに終わってしまった。緊急連絡先となっていた B の実家の電話番号は使用されていなかった。心配になった俺は上司に B の住所を聞き、様子を伺いに行くことにした。昭和を思わせる古い木造アパート。敷地は荒れ果て、雑草が生い茂っている。B の部屋は2階の一番奥だろう。錆だらけの階段を上り通路を進むと、確かに B の名が記された表札があった。ドアの新聞受けは溢れ返っている。親しい仲であったものの、こうして B の部屋を訪れるのは初めてだ。俺は呼び鈴を押した。反応がない。いないのか？今度はドアをノックし、自分の声で呼びかけた。B、いるか、〇〇だけど。やはり返事は返ってこない。寝ているか、外出しているのだろう。だが待てよ、何か重い病気で動けないのかもしれない。そう思い、俺はそっとドアノブを回した。鍵はかかっておらず、ドアは開いた。ギギギギギと不必要なほど大きな音を上げながら、いきなり面食らってしまった。玄関はなぜか泥まみれだ。奥のドアまでその泥は続いている。とても靴なしでは上がることはできない。しばらく思案したが、悪いと思いながらも土足のまま中へ入ることにした。玄関を入ってすぐのところにキッチンがあり、シンクには並々と水が張られている。そこには小さな虫の死骸がいくつも浮かんでいた。なぜか食器類は見当たらない。なんだかよくわからないが、キッチンを見ていても仕方がない。おそらく 1K であるから、B がいるとすればこの先の部屋か、トイレ、風呂のどれかだろう。そう思いシンクから目を離すと、部屋へ続くドアが少し開いていることに気がついた。隙間からは何も見えない。不気味な雰囲気が漂ってくるのは気のせいだろうか？俺は夜消してドアを開いた。部屋の明かりは消えている。6畳ほどの広さ。カーテンからわずかに光が漏れている。何もない部屋だ。テレビも、テーブルも、家具や家電は何もない。だが、部屋の一角、ひときわ大きな、そしてどす黒い大きな影を見つけた。その影の主は、なんと2メートル以上はある巨大な朽木だった。それは小さな部屋には収まりきらず、天井を少し突き破っている。全体が黒く変色していて、ぐっしょりと湿っているようだ。下の方に生えたカビとも苔ともわからぬ奇妙な植物が畳に広がっていた。ところどころに赤黒い布のようなものが無造作に巻きつけられ、その上に見たこともない字で何か書かれている。なんだ、これ？この朽木の異様さももちろんだが、なぜこんなものが B の部屋にあるのか？よく見ると、木の左右には自然石だろうか。サッカーボールほどの石が階段状に器用に積まれている。それは腰の高さほどで、一番上にはろうそくが無造作に散らばっている。他にも様々な仏具のようなものが散らばっているが、その用途や名称はわからない。俺は部屋の明かりをつけようと、スイッチの紐を引っ張った。
だが何度引っ張っても、蛍光灯は光を灯さない。突然、顔に何かが触れた。うわ。とっさに手で払って気がついた。薄暗いため見えなかったが、ところどころにコバエがいるようだ。不気味で巨大な朽ち木と儀式のような形跡、不衛生極まりない部屋。一体 B の身に何が起きたのだろうか？ B のことは心配だが、正直なところ俺はさっさと退散してしまいたかった。おそらく B はいないだろう。帰りに風呂とトイレを除いて、それでアパートを出よう。あとは警察に連絡すればいい。そう思い部屋を出ようとしたとき。え？何かが聞こえた。まただ。木だ。口木から音が聞こえる。もう嫌だ。こんなところからは逃げ出したい。しかし本心とは裏腹に、確認せずにはいられない。きっと虫がいるのだ。そうであってほしい。俺は口木に近づき、目を凝らした。よく見ると、ところどころに大きな釘が深々と打ち付けられている。また気味の悪いものを見つけてしまった。そう思いながら口木の表面を舐めるように見回していたその時。ひぃ。俺は思わず声を上げた。目だ。木の皮の隙間から何かがこちらを見ている。目をカッと見開き、俺をじっと見据えている。俺は反射的に後ずさった瞬間、足がもつれて転んでしまった。尻餅をついた格好だ。口木の内側から不気味な手が這い出てくる。明らかに人間だ。この口木の中に人間が入っていた。内部は空洞で、そこに人間が入っていたのだ。そして、見ていたのだ。ずっと。俺がこの部屋に来てからずっと。口木の皮が次々と剥がされていき、薄暗い部屋の中でもその姿がはっきりとしてくる。そこにいたのは、なんと B だった。髪がほとんど抜け落ち、肌は紫色に変色している。顎がだらりと下がり、唾液や泡を吹きこぼしている。黒いムカデのような気味の悪い虫が、何も着ていない B の体を這い回っていた。おぞましい姿ではあるが、B であるとすぐに分かった。あ、B？ あ。恐怖で言葉にならない。B の体はところどころ出血している。あの釘が刺さっていたのだろうか？血走った眼球は、異様な速さで縦や横に動いていた。ふし、ふし。唾液を撒き散らしながらふらふらとこちらへ歩いてくる。来るな。全身がガタガタ震えて力が入らない。俺は尻餅をついたまま B を凝視することしかできなかった。もう B は目の前にいる。ぐえ、おえ。苦悶の表情の後、B が唐突に嘔吐した。緑色のネバネバした液体にまみれた奇妙な物体が、俺の足元に吐き出された。今まで見たこともない物体だ。知ってはいるが、知らないもの。それは、人間だった。小さな人間だった。いや、人間の形をした何かだった。それは無表情でじっと俺を見つめている。B は自らが吐き出したその物体をしばらく眺めていた。そして、ゆっくりとこちらを向き、満足げな表情で見た後笑った。B と目が合った瞬間、恐怖で気が狂うかと思った。いや、俺は狂っていたのかもしれない。それは B のせいではない。無論 B も凄まじく恐ろしかった。だが見たのだ、その時、もっと恐ろしいものを。B の背後にある口木の裂け目から、B と同じ姿をした者たちが這い出てくるのを。生存本能だろうか？真っ白な頭の中でも、逃げなければという強い衝動だけが俺を突き動かしていた。俺は一気に部屋の外へ飛び出し、玄関へ駆け出した。外へ出る瞬間、俺は無意識に振り返っていた。その時見た光景は、B が、B と同じ姿をした者たちにむしゃむしゃと食われている光景だった。B はあの時見せた満足げな表情のままだった。俺は気がつくと病院のベッドにいた。道端で気絶しているところを運ばれたらしい。あの日から二日が経過していた。俺は入院のため会社を辞めた。すべてを忘れたかった。すべてが夢だったと思いたかった。上司や同僚には何も話せなかった。ただ、B はいなかった。とだけ伝えた。B の捜索願いが出されたが、行方不明のままらしい。あれは B ではないのか？警察は B の部屋を調べたはずだ。指紋のせいだろうか？俺も疑われたが、容疑はかからなかった。退院し数年間はカウンセリングに通った。あの日の出来事は何だったのか？と落ち着いて考えられるようになっていた。
何か知っていたら教えてほしい。あの不気味な朽ち木と儀式のような痕跡、B の変わり果てた姿。そして、あの人間の形をした何かと、B と同じ姿をした者たちは何だったのか？あれから5年も経つが、B は未だに行方不明だ。実際に自分が体験した話。ダラダラしててまとまりないし、オチもついてないけど。10年来の友人に、E ちゃんというものすごく霊感の強い子がいる。どのくらい強いかというと、幼い頃から予言めいたことを口にしていて、それが口コミで広がり、わざわざ遠方から E ちゃんを訪ねてくる人がいたくらい。その人たちの要件は主に、行方不明になった我が子を探してくれというもの。E ちゃんは写真を見ただけで、その人物がどこにいるのかがわかる。そして実際に当たっている。ただし、その人物が亡くなっている場合のみだけど、幼かった E ちゃんは深く考えずに、コンクリートの下に埋まってるよ。なんて答えていたらしい。やがて成長すると、自分がどれだけ残酷な回答をしていたか気づき、人探しは断るようにした。それから周りには能力が消えたふりをし続けてきたらしい。本当はいつもうじゃうじゃ霊の存在を感じていたけれど。そんな E ちゃんと私は、中学で出会った。最初はすげえ美少女がいるなぁという印象だった。ちなみに E ちゃんはイギリスとのクォーターで、佐々木希と北川景子を足して2で割ったような顔をしている。あんまりに美少女だったから高校の時、芸能界入りを進めたら、某大手プロダクションのオーディションにあっさり受かりやがった。だけど本人にやる気がなかったせいか、半年くらいで辞めてしまった。それからは普通の高校生として、E ちゃんはよく私と遊んでくれた。学校帰りにはいつも二人で買い食いしてた。ある時、どこかの施設の外階段に座って二人でお菓子食べてたら、上から降りてきたおばあさんに話しかけられたことがあった。おばあさんは足が悪そうだった。人がいっぱいおるけど、今日何かあるんですか？おばあさんが言った。下の道路はたくさんの人で溢れている。お祭りがあるのだ。こういう時、人見知りの私はいつも E ちゃんに話を任せてしまう。しかしその時の E ちゃんは違った。そっぽを向いて、おばあさんと話す気などまるでなし。仕方なく私が答えることにした。祭りがあることを教えると、おばあさんは納得した。だからこんなに人がおるんだね。おばあさんはニコニコしていて、足を引きずりながらゆっくり階段を降りていった。その間、E ちゃんはずっと黙っていた。そしておばあさんの姿が視界から消えると、ようやく口を開いた E ちゃん。今の人、とっくに亡くなってるよ。驚いた。だってしっかり姿見えていたし、私は会話までしている。嘘でしょ？私は半笑いで聞いた。しかし E ちゃんは真顔だった。嘘だと思うなら階段降りて行ってみなよ。もう姿消えてるはずだから。半信半疑で階段を降りるも、すでにおばあさんの姿はなかった。一階まで降りて探してみたけど、どこにもいない。その階段というのが螺旋階段に近い作りになっていて、確か階段を使うためには、1階、5階、7階から入るしかないはずだった。5階から1階までの間に建物の中に入ることもできない作り。そして私たちが座っていたのが、5階あたり。そこから1階まで、足を引きずっていたおばあさんが短時間で降りられるわけないのだった。E ちゃんの元へ戻ると、彼女はやっぱりねという顔をしてポッキーを食べていた。多分大丈夫だよ。人が多いから気になって出てきただけみたいだから。害のない霊だよ。じゃあなんで E ちゃんはおばあさんと話さなかったの？私に能力があると知ったら、害のない霊でもついてきちゃうことあるから。私、普通におばあさんと会話しちゃってたんだけど。平気平気。これが私が初めて霊を見た瞬間だった。霊ってもっと怖くて、怨念深い感じで出てくるものだと思っていたから、なんだか拍子抜けした。すごくナチュラルに出てくるものなんだ。亡くなって霊の姿になっても足を引きずってるなんて、かわいそうだね。いやいや、実際私が普段見てる奴らはあんなもんじゃないから、もっとグロいよ。あんな優しそうなおばあさんの霊を見ただけでも、やっぱりちょっと怖いなと思っていた自分が恥ずかしくなった。そして改めて、E ちゃんが置かれている環境の特殊性を知った。
その後の私は霊を見ることなく、無事に高校を卒業した。卒業後、E ちゃんは事務職に就き、私は実家に住みながらフリーターをしていた。お互い仕事とアルバイトに追われ、E ちゃんとはあまり会えなくなった。しかし、たまにメールや電話でやり取りは続いていた。E ちゃんが仕事を辞め、夜の仕事を始めたと聞いたのは、高校を卒業してから1年ほど経った頃だった。夜の仕事を始めたきっかけは、父親のリストラだったそうだ。さらに E ちゃんの家には早くに結婚して出戻ってきた妹さんと、E ちゃん似でイケメンなのに、なぜか引きこもりの弟さんがいた。E ちゃんは家族を支えるため、必死に働いていた。なんだか実家に帰省してふらふらアルバイトをしている自分が恥ずかしくなった。就職活動を始めた私は、しかしなかなか面接に受かることができず、最終的に販売系の仕事で、準社員として働くことになった。仕事場となった店舗は、数年前に殺人事件があった現場。この事件、当時は結構ニュースとして話題になった。仕事は販売系と書いたけれど、実際はちょっと違う。今でも検索すればすぐ事件を特定されてしまうので、実は職種ははっきりとは書けない。いわくつきの職場ということで、いざ働き始めてみるといろいろな話を耳にした。前の店長が失踪したとか、社員がみんな病気になるとか。しかし私は特に何の変化もなかったので、気にせず働いていた。そして働き始めて1年が経った頃のこと。その日は朝から雨が降り続いていた。客は数人しか来ず、開店休業状態。午後には完全に客足が途絶えた。店長と社員さんは配達に出てしまったため、店番は私一人。雨のせいかあたりは薄暗く、なんだか気味が悪かった。レジで手仕事をしながら時間を潰していると、足音が聞こえた。気づかぬうちに客が入ってきたのかと思い、とりあえずブックオフ風に店全体に響き渡るよう、いらっしゃいませー、と声をかけた。それから客の相手をしようと店内を探したのだが、誰もいない。気のせいだったのかと思ってレジに戻り、仕事を始めるとまた足音。だがやはり客の姿はない。こんなことを何度か繰り返していると、さすがに怖くなってきた。そして何度目かの足音。今度ははっきりと背後から聞こえた。はじめは。暗いだったのが、次第に小走りになり、すぐに。という足音が近づいてくるのが分かった。やばいやばいやばい。恐怖に硬直していると、視界に見慣れたジャンパーの色が入った。店長が配達から帰ってきたのだ。ほっとした瞬間、足音が消えた。恐る恐る振り返ってみる。誰もいなかった。どうかした？何も知らない店長が、不思議そうな顔をして聞く。私は平静を装って、何でもありません、と言った。しかし声は震えていたと思う。その後、店長は何か問題を起こしたとかで左遷され、社員さんも次々と辞めていき、店のメンツは様変わりした。私は店舗で一番の古株になった。新しい店長は大学出たてでまだ右も左もわからない状態。その店長とほぼ同時に入ってきたのが、アルバイトの K 君だった。K 君は最近までニートで引きこもりに近い生活をしていたとかで、なんだか挙動不審。店に出して客の相手をさせることはまず無理だろうということで、K 君の仕事は主に、配達の助手や事務的なことが中心だった。しかしいざ働いてみると、K 君は案外面白い人だった。私の知らないアニメや漫画をよく教えてくれた。やがてみんなと打ち解け明るくなった K 君は、レジ操作なんかも覚えて接客もできるようになった。ある時、配達でみんなで払ってしまい、店には私と K 君の二人きりということがあった。K 君は事務所の中にこもって、何かやっている。その日は客が多く、レジが混雑してきた。私一人では回すのが難しくなってきたので、K 君に応援を頼もうと、客が途絶えた瞬間を見計らって事務所のドアの外から呼びかけた。K 君、ちょっと出てきてもらっていい？事務所の中からは返事がない。事務所のドアは上3分の1くらいが曇りガラスになっていて、外から中の様子がぼんやりと伺える。スタッフジャンパーを着た人影が中で動いていたので、K 君が確実に中にいることは分かった。聞こえてないのかと思い、ドアを開けて直接話すことにした。K
K 君、内側から鍵かけてやがる。この忙しい時に何やってるんだか。怒りに任せてしばらくドアノブをガチャガチャやりながら、大声で中野 K 君に呼びかけていた。K 君、何やってるの？ちょっとレジ手伝ってほしいんだけど。その時、背後から声がした。M さん、何やってんすか？ K 君だった。あれ？事務所の中にいるはずじゃ。K 君は店の裏で掃除をしていたのだという。じゃあ今、事務所の中にいる人は誰？そう思った時、いくらやっても開かなかったドアが、あっさりと開いた。中には、誰もいなかった。確かにスタッフジャンパーを着た人影が動くのを私は見た。だから K 君が中にいると思ったのだ。しかし K 君はずっと店の裏にいた。事務所には窓がなく、出入りするにはこのドアを使うしかない。じゃあ私が見た事務所の中の、スタッフジャンパーを着た人はどこへ行ってしまったのだろう。背筋に冷たいものが走った。その後は客の相手に忙しく、真相を突き止める暇がなかったので、このことはうやむやになってしまった。K 君が何か嘘をついているようには見えなかったし、深く考えると怖いので考えないようにした。それから数日後、出勤すると店の裏口に花が備えられていた。数年前に起こった事件。その日は被害者の命日だった。毎年この日になると、遺族が夜のうちにひっそりと花を備えに来ている。事務所の中には小さな仏壇がある。毎年、花はその仏壇にあげていた。それからしばらくして花は枯れてしまうが、スタッフの誰もその枯れた花を始末しない。なんとなく、触れたくないとみんな思っているようだ。仕方なく私が手を伸ばした。その時だった。捨てるな。K 君が怒鳴った。いつもボソボソと話す K 君の、初めて聞いた怒鳴り声。驚いた私は、とっさに鼻から手を引っ込めた。何か気に入らないことでもしただろうか。あの挙動不審な K 君が、こんなにも怒りをあらわにするなんて。え、ごめんね。どうしたの？私は K 君に謝った。しかし。何のことすか？ K 君はキョトンとしている。今、怒鳴ったよね？いえ、何も言ってないですけど。K 君は自分が怒鳴ったことを忘れているようだった。それとも私の聞き間違いだったのか。念のため花はもうしばらくそのままにしておくことにした。そんな出来事があってからも、私は変わらずその店で働き続けた。店長と付き合い始め、職場恋愛に浮かれていたのだ。いつもスタッフが帰った後、店長と二人残ってレジ締めしたり、店のことを話したり、楽しかった。ある日、閉店時間になっても配達から店長がなかなか帰ってこず、閉店後も私は一人、仕事をしながら彼の帰りを待っていた。そういうことは今まで何度かあった。彼が戻ってくるまで、一人は怖いので、大抵は店の電話を使って友達と話しながら待つことにしていた。その日は久しぶりにイーちゃんに電話をかけてみることにした。今、まだ職場にいて一人で暇なんだよ。話付き合ってよ。イーちゃんは快く OK してくれ、しばらくは高校時代の話などして盛り上がっていた。しかし、次第にイーちゃんの口数が少なくなり、声のトーンも暗くなった。心配になった私が聞いてみると。M ちゃん、今、職場にいるんだよね？そうだよ。今すぐそこから離れて、早く。イーちゃんはもうすごい剣幕で、私にすぐ帰るよう言ってきた。幸い、店の鍵は任されていたので、私はさっさと身支度をして店を後にした。何が何だかわからぬまま家に帰りつき、彼には用事があるので先に帰ったことを伝えた。そしてイーちゃんに理由を聞こうと電話に手を伸ばしたとき、イーちゃんの方から着信があった。さっきはどうしたの？私が何か言おうとするのを遮り、イーちゃんが言った。あんたの職場やばいよ。店で電話してたとき、すごいノイズが入ってたし、M ちゃんの声も変な風に聞こえた。別人みたいな声になってた。それからイーちゃんは、このままその職場で働いていると良くないことが起こるから、すぐに仕事を辞めた方がいい。と言ってきた。私は迷った。イーちゃんの言うことなら信じられる。だけど、すぐに辞めたら周りに迷惑がかかるし、次の仕事を探すのもこんな田舎では難しい。迷った末、どうにも決めかねて、次の日も仕事に行くことにした。
翌朝、家を出ると目の前にイーちゃんがいた。久しぶりの再会だった。だけど、なぜこんな朝っぱらから訪ねてくる？イーちゃんは会って早々、玄関の前で土下座をしてきた。お願いだからもうあそこへは行かないで。イーちゃんは泣いていた。思えば、イーちゃんが泣いたところを見たのはその時が初めてだった。私はまずそのことに驚き、かなりうろたえた。結局、私はイーちゃんの剣幕に負け、その日は仕事を休むことにした。そして結局一日中、イーちゃんに説得され、そのまま仕事を辞めることになった。イーちゃんの紹介で新しい職場もすんなり決まり、仕事に慣れてきた頃、私はあの店で一緒に働いていた人と偶然再会した。その人も、もうあの店は辞めたらしい。話を聞くと、私が仕事を辞めてからも、やはり色々とあったらしい。みんな体を壊したり、ノイローゼになったり、事故に遭っていたり。イーちゃんは私がこんな目に遭わないように、仕事を辞めるよう説得してきたのだった。そんなことがあってから数年が経ち、現在、私は職場の先輩に紹介された人と結婚し、新居に移った。先日、その新居にイーちゃんが遊びに来てくれた。夫となった人に会わせると、イーちゃんはとても喜んでくれた。もう大丈夫だね、Mちゃん。これからはこの人がMちゃんを守ってくれるよ。私はこの時にはもう悟っていた。なぜ可愛くて男子からも人気のあるイーちゃんが、私のような地味な子と一緒にいるのか。なぜ頭のいいイーちゃんが、わざわざレベルを落としてまで私と同じ高校に進学したのか。なぜモデルになりたいと言っていたくせに、せっかく入れた芸能事務所を辞めたのか。昔から、私が一人で出かけようとすると、イーちゃんはよくついてきたがった。ビジュアル系なんて興味ないくせに、ライブにまでついてきたし、買い物だって美容院だって、わざわざ私の趣味に合わせてくっついてきていた。全部、私を守るためだったのだ。中学で初めて会った時、イーちゃんは私の背後についているものの存在を気にしていた。そして、そのものが引き寄せる数々の悪いものから、イーちゃんはずっと私を守ってくれていたのだ。イーちゃん曰く、今の旦那と一緒にいれば、私はもう大丈夫らしい。肩の荷が下りたように、イーちゃんは晴れ晴れとした顔をしていた。そして今、イーちゃんは変わらず夜の仕事を続けながら、きちんとした指導者について呪霊の勉強をしている。一人でも多くの人を救うために。その勉強はものすごく辛いものらしい。今まで無意識だった能力を意識して使おうとすると、よくわからないのだが、力が暴走するらしい。そのせいで、見たくないものが部屋に横たわっていたり、いろいろなものが寄ってくる影響で、体を壊して何度も病院に運ばれたりしている。それでも彼女は頑張り続けている。私はもう一生、彼女には頭が上がらないだろう。イーちゃんと出会わせてくれたことを、神様に感謝したい。以上、嘘っぽいところもあると思いますが、すべて実際に起こったことです。長々と失礼いたしました。大正時代の初め頃、東京の京橋に、画伯堂という書画屋があって、そこの3階には同行の師が集まって、持ち寄った怪談話を代わる代わる話し合う、ということがよく行われていた。ある日、その画伯堂に見慣れない男がやってきて、自分にも話をさせてくれという。どんな話かと聞くと、田中河内之助の話だという。田中河内之助は、明治維新時の知られざる尊王志士の一人である。その男は、田中河内之助が寺田屋事件の後、どうなってしまったかということは話せば、良くないことがその身に降りかかってくると言われていて、誰もその話をしない。知っている人は、その名前さえ口外しないほどだ。そんなわけで、本当のことを知っている人がだんだん少なくなってしまって、自分がとうとうそれを知っている最後の人になってしまったから、話しておきたいのだ。という、はじめは、よした方がいい。などと、懸念して止める者もいたが、大半の人々が面白がって促すので、その男が話を始めた。前置きを言って、いよいよ本題に入るかと思うと、話はいつの間にかまた元へ戻ってしまった。河内之助の末路を知っている者は、自分一人になってしまったし、それにこの文明開化の世の中に、話せば悪いことがある、などということがあるはずもない。
だから今日は思い切って話すから、ぜひ聞いてもらいたい。というところまで来ると、またいつの間にか初めに帰ってしまって。田中河内之助の末路を知っている者は、と話し出す。なかなか本題に入らない。その間に、一座の人が一人立ち、二人立ち始めた。別に秋田から抜けていくというわけではなくて、寮で立ったり、呼ばれたりして立ったのだそうだが、私の父も、自宅から電話がかかってきて下に呼ばれた。下に降りたついでに帳場でタバコをつけていると、また後から一人降りてきて。まだ文明開化をやってますぜ、どうかしてるんじゃないか。と笑っていると、慌ただしく人が降りてきた。偶然誰も周りにいなくなったその部屋で、前の小机にうつ伏せになったまま、彼が死んでしまったというのだ。とうとう河内之助の最後をその人は話さずじまいであった、というのである。おかいたの住人ならば、田中河内之助をご存知の方も多いと思う。以下は、この田中河内之助の物語を彷彿とさせる話である。俺が高校2年生の時、クラスメイトの M 子が他界した。原因は白血病と言われていた。彼女の家は千葉の市川であり、電車で1時間以上もかけて葬式に出向いた。俺は M 子とは対して仲が良くなかったこともあり、焼香を済ませると早々と家路に着いたが、仲が良かった生徒たちの何人かは、しばらく残っていたようであった。クラスは深い悲しみに包まれたが、次第に元の明るさを取り戻し、一女生徒の死はいつの間にか忘れ去られていった。そして今振り返れば瞬く間の3年間は過ぎ、俺は高校を卒業した。もはや俺の頭からは、若くして一生を終えた女性のことはすっかりなくなっていた。俺はその後、大学生活を経て就職し、それなりに忙しい日々を送っていたが、ある時、高校時代のクラスメイトと偶然再会した。彼女の方から声をかけてきたのであるが、彼女は高校時代からのぽっちゃりした顔からは想像もできないほど痩せており、声をかけられなければ、多分誰だかわからなかっただろう。いや、痩せたというより、やつれたというのが正直な感想であった。懐かしいね、と軽い挨拶を済ませた後、せっかくだから少し話そうということになり、近くの喫茶店へ入った。現在の状況など、お約束の話を一通り済ませると。ねえ、M 子のこと覚えている？と彼女は聞いてきた。M 子？ああ、白血病で亡くなった M 子ね。そうそう。同時に、彼女が M 子と仲が良かった生徒であることも思い出した。かわいそうだったよね。うん、実はね。彼女は顔を深刻そうにしかめた。実は、彼女は白血病じゃなかったのよ。へえ、違う病気だったの？俺は彼女の話に特に興味を示さなかった。正直に本当の死因を知られたくないようなことはままあるからだ。しかし、俺の気持ちとは裏腹に、彼女は顔より一層深刻そうにしていった。ちょっと聞いてほしいのよ。うん、別に構わないよ。今日はすでに仕事は終わっている。俺は彼女のただならぬ雰囲気を感じ取った。彼女の話した内容は、およそ次の通りであった。一昨年の暮れ、突然 M 子の母親から連絡があって、M 子の七回忌に来てほしいと言われた。ぜひにというので、仲も良かったことだし法事へ参加した。この法事は M 子の七回忌だけでなく、M 子の父親の一回忌でもあった。法事が一段落すると、M 子の母親に折り入って話があると言われ、二人だけで家の一室に入った。そこは、かつて M 子の部屋であった。少しばかり M 子の思い出を語った後、母親が意外なことを言い出した。いわく、M 子の死の真相を聞いてほしい。と。そして母親は話し始めたが、二言三言話した時、緊急の電話が入ったと親族から呼ばれ、母親は話を中断せざるを得なかった。再び部屋に戻ってきた母親は、詫びを言ってから話を始めようとしたが、親族の子供が突然引きつけを起こしてしまい、またもや続きを話すことができなくなった。結局、その日は時間切れで、話は後日改めてということになった。彼女はここまで話すと、ふっと息をついた。時間は大丈夫？俺にはいつの間にか M 子について興味が湧き上がっていた。大丈夫だよ。それからしばらくは、M 子のお母さんから連絡がなかったの。こっちから連絡するのもなんか気が引けて。
うん。俺は相槌を打つのみであった。私もそのことは忘れていたんだけど、去年、連絡が来たの。一年ぶりくらいにね。それで、また M 子の家に行こうとしたのよ。それで。その後、彼女は次のようなことを話した。約束した日に彼女は急用が入り、M 子の家に行けなくなってしまった。彼女は電話で話せないかと聞いてみたが、どうしても会って話したいという。日を改めて彼女は M 子の家に向かった。そして M 子の母親は、まずこの話から聞いてくれと口を開いた。実は M 子の死は、予想外のことで母親は看取ることができなかったという。亡くなった旦那さんが M 子を看取ったのだが、しばらくして旦那さんから M 子の死因を知ってほしいと言われた。しかし、旦那さんがそれを話そうとすると、ことごとく邪魔が入り、なかなか聞くことができなかった。ついに死因を聞いたのは、旦那さんがそれを喋ろうとしてから、実に半年以上も経った後だという。旦那さんはその翌日に急死した。そして、いよいよ本題に移ろうかという時、来客があった。無視できない人らしく、母親はしばらく応対して、彼女の元に戻ってきた。この時には彼女も、何かある、と思い始めていた。母親は彼女の前に座ると、どこまで話しましたっけ？と聞いた。旦那さんがお亡くなりになったところまでです。と答えると、母親は、あら、そんなところまでお話ししましたかしら。と、意外な顔をしたのである。もう、気味が悪くなっちゃってね。それで、話は聞けたの。彼女は首を振った。あの後、なぜか M 子の思い出話になっちゃったのよ。自分でもわけがわからない。気がついたら夜になっていて、家に帰ったわ。結局、聞けずじまい？彼女はしばらく沈黙した。俺はすっかり冷めたコーヒーを飲み干すと、場所変えた方がいいかな。時間が経ってるし。と言った。彼女も賛成し、腹も減ったのでファーストフード店に行くこととなった。席を立ち会計を済ませ、店を出る。移動中に俺の携帯が鳴った。友達が事故に巻き込まれたので至急来てほしいという連絡であった。彼女の話には後ろ髪を引かれたが、現場へと向かうしかない。彼女は絶対連絡すると言ってくれ、その場を後にした。友達の事故は大したことはなかった。二日後、家に彼女から連絡が来た。実はね、あの時は言い出せなかったけど、M 子のお母さん、あの日の数日前に亡くなったのよ。え、俺と話したあの日の？そう、そして亡くなる前の日に、私、M 子の死因を聞いたの。ついに。で、その話、やっぱり聞きたいよね。俺は少しばかり躊躇したが、確かに聞きたい気持ちはある。でも話すな。と、きっぱり言った。いいか、誰にも話すんじゃない。忘れるんだ。ありがとう。彼女の声は少し安堵したようであった。でも、M 子の弟には話さなくてはいけないと思う。やめておけ、忘れろ。でも、たった一人残った M 子の家族よ。知らない方がいいこともある。今度ばかりはその方がいい。うん。彼女との会話はそれで終わった。俺は一抹の不安を隠せなかった。M 子の弟はすでに成人であるし、家族の死について疑問を抱いていてもおかしくない。俺は彼女に電話をしてみた。彼女は、M 子の弟に会ってはいるが、その話はしていない。と言った。俺はくどいほど念を押して電話を切った。その後も彼女と連絡を取ろうとしたが、携帯を持っていなかった彼女とは連絡が取れなかった。それから1ヶ月ほどしてからのことである。彼女の死の知らせが来た。彼女が M 子の弟に何を伝えたのかはわからない。大学生の頃の話なんだけど、夏休みの頃かな。その頃地元の中学が一緒だった友人と、俺入れて3人でよくつるんでた。ガンダムウォーっていうトレカにハマってて、友人の家に集まってトレカして、酒飲みながらオールしてみたいなことをしょっちゅうしてた。仮に友人を友人 A と友人 B としよう。友人 A の家が結構大きな家で、自宅の横に離れの家があって今は誰も住んでなかった。
だから俺たちはいつもそこで夜遅くなってもどんちゃん騒ぎしてた。ある日、いつものように友人 A の家に向かおうってことになって、友人 B と一緒に行くことになった。友人 B の家は俺の家から徒歩2分くらいでめちゃくちゃ近かった。友人 A の家はそこから自転車で30分くらいかかるところだった。友人 B の家に集合して、二人でだべりながらチャリで A の家に向かった。俺たちの地元はいわゆるど田舎で、周りは一面田んぼ。中学生の頃はゼロマとか買うために近くの本屋まで1時間近く自転車こいでた。だから当然街灯も少ないし、夜になると真っ暗になるところもたくさんあった。A の家はいわゆる農家で、田んぼの中にポツンと立ってる感じ。だから向かう時も細い田んぼ道を通っていく必要があった。車1台通れるくらいの道かな。すれ違うのは多分無理。街灯もなくて夜になると真っ暗になる。そんな道を、B と二人で自転車で走ってた。周りは真っ暗で自転車のライトでほんの少し前だけが照らされてる感じだった。そんな道だけど、一箇所だけ明るいところがあった。踏切だ。田んぼ道は線路沿いになっていて、踏切がある場所だけは街灯が灯ってて周囲がわかるようになってた。あとは電車が通れば明るくなるんだが、ど田舎だし、時間も午前0時を回ってたから、通る電車も貨物列車くらいだったと思う。俺と B の50メートル先くらいに踏切が見えてきたところくらいで、B が急に。あれ、何？と聞いてきた。俺が踏切の方を見ると、何かが踏切の前で動いてるのが見えた。その頃の俺は視力が悪いのにメガネはかけないで、講義とか運転する時だけメガネをかける人間だった。だからぼんやりと何かが動いているのは分かったが、それが何かまでは分からなかった。なんか動いてね？と B に尋ねると、B は。あれはやばい。ちょっと遠回りになるけど迂回しよう。と言ってきた。俺は、え？何？幽霊的な？とふざけて返したが、いつもならおちゃらける B が真面目な顔だったので従った。踏切より手前の道を曲がって、踏切の前を通らずに迂回しながら進むことにした。その迂回してる時に B に改めて聞いた。結局あれなんだったん？すると B は。俺も遠くて正確にはわからなかったけど、多分子供だ。小学生くらいの。その子供が、踊ってるように見えた。と答えた。深夜0時過ぎにこんな暗い田んぼ道で踊ってる小学生。確かに不気味だと思った。けど、小学生なら最悪なんとかなるかとも思ってたと思う。とにかくその時点まではそこまでヤバいとは思ってなかった。ここからはその不気味な小学生っぽいやつを小学生と呼ぶ。俺と B は迂回してた道からさっきの線路沿いの道に戻った。踏切はもう俺たちより後ろにあって、うっすらと見えるくらいの距離だった。B は、まだ踊ってるよ。不気味だな。なんて言ってたけど、俺はもう大丈夫だと思って、平気平気。というか警察に行った方がいいんじゃないか？と、その子供のことを少し心配していた。すると踏切の方から声が聞こえてきた。おーい、おーい。俺と B は踏切の方を振り向いた。すると、さっきまで踊っていた小学生が、こっちを見ながら手を振っていた。普通ならなんともない光景なのに、その時の俺はなぜか体中に鳥肌が立ったのを覚えてる。それは B も同じだったようで、B が、逃げよう。と言ってきた。俺もうなずいて、二人で自転車をそれまでより速いペースで漕ぎ始めた。やばいな、なんだよあれ？と B に話しかけると、B は後ろを振り返った後急に立ち漕ぎしだした。俺は小学生が追いかけてきたんだと思ったが、後ろを振り返る勇気がなく、とにかく B に続いて立ち漕ぎしてスピードを上げた。徐々に小学生の声が小さくなっていき、俺と B も自転車のスピードを緩めていった。まだいる？と俺は B に聞いた。B は後ろを振り返り、いや、もう見えないな。と答えた。俺は安心すると同時に、あれって、本当にヤバい系かな？と B に話しかけた。B は、わかんないな。でも、霊的なやつではないよね。はっきり見えるし。なんて言ってた。その言葉を聞いて、また少しほっとした。それからすぐに遠くの方から電車の音が聞こえてきた。貨物列車がこちらに向かってきていた。貨物列車が線路を通り過ぎるおよそ1分半くらい、俺と B は喋るのをやめ、列車の走行音だけが響いていた。走行音が小さくなってきたあたりで、変な音が混じっているのに気づいた。
ガタンゴトン、ガタンゴトンの列車の音が小さくなるにつれて、その混じった音が大きくなっていくのがわかる。そしてその音は聞いたことのある声だった。おーい、おーい。さっきまで聞こえていた小学生の声だった。B の方を見ると、B も聞こえているらしく泣きそうな顔をしていた。俺は後ろを振り返ったが、真っ暗で何も見えない。踏切は遠に通り過ぎ、街灯もないため小学生の存在を確認することができなかった。B も何も見えなかったようだが、おーい、おーいとこちらを呼ぶ声は、小さくなるどころか少しずつ近づいてきているように大きくなってきていた。俺と B はまた自転車のスピードを上げて進んだ。でもスピードを上げているはずなのに声が一向に遠くならない。なんなら大きくなってきた。俺も B もおかしいと思いながらひたすら自転車を漕いだ。そして、それは起こった。周りは真っ暗。自転車のライトで照らされた少し前の光景。そこに飛び込んできたのは、半袖半ズボンのガリガリの少年が叫びながらこちらに向かって全力疾走してくる姿だった。その瞬間、B は叫びながら自転車を捨てて逃げ出した。俺もパニックになり、自転車を乗り捨てて走って逃げた。とにかく200メートルくらい来た道をひたすら逆走した。しばらくして冷静になると、小学生の声は聞こえなくなっていた。俺と B は携帯のライトを照らしながら、自転車のところまで戻ることにした。そこには小学生はいなかった。そこから先はよく覚えてないけど、とにかく二人で一言も喋らず A の家を目指した。A の家について A が玄関のドアを開けた瞬間に安堵というか安心して、一気に B と二人でさっきまでの話を A に話した。A は、なんかの間違いじゃね?と信じてくれなかったが、ただ一度安心すると、その後はお酒も入ったからかそんなこと忘れてひたすらガンダムをやってた。午前3時くらいになった時、A の兄貴が突然酒を持って入ってきた。そして、さっきコンビニから帰ってくる途中で、田んぼ道のど真ん中にパトカー止まってて参ったわー。と言い出した。え?と B が聞き返すと、いやあの踏切のところ、こんな時間にネズミ捕りってわけでもないだろうしな。詳しく話を聞くと、A の兄貴が酒を買いにコンビニに向かって帰ってくる途中、俺と B が小学生を見たあの踏切のところにパトカーが止まっていたとのこと。パトカーが止まっていたため違う道を通ってきたが、遠目から見た感じだと警察官が踏切の周りを調べていたらしい。終わりです。最後はよくわからない感じで終わりましたが、これが今までで一番怖かった体験です。未だにあの少年の走り姿がトラウマです。ありがとうございました。双眼鏡のガリガリ少年って、ど田舎にも現れるのか。双眼鏡越しに補足される話は頂上的な怖さがあったけど、この話はまだ普通の変な人の可能性が残ってる気がしないでもない。それはそれで怖いか。小学生が真っ赤だったら、猛スピードの子供だよね。くねくねの親戚?踏切のところで見たときは、まだ少女だったから普通に振り切れたけど、列車にはねられて、自殺?死者になったから最後に見かけた人である話者を物理法則を超えて追いかけることができたのかなって。パトカーは列車の運転士からの通報できたのかな。4年前の盆休みの話なんだけど、怖い体験、自分的に、したので暇な人よかったら聞いてください。うちの家系では、地方では、基本的にお盆は海や山、どちらも近づいてはいけないという決まりがあり、小さい頃からずっと、海や山に盆は近づいたことはなかった。そのことにこだわってたのは、祖父や祖母の代の人であり、父や母の世代からは、うるさく言われたことはなかった。けど小4の時、年寄り世代が盆に山に入った二つ上の先輩を、怒鳴り散らし、しばき回してるのを見てから怖くなり、盆の間は、親戚の家とお墓参りぐらいしか外に出なかった。中学校まで、盆は墓参りと仏壇参りぐらいしかしてはならない時期、と思っていたほどだった。市内の高校に入学して、みんなが盆でも平気で海に泳ぎに行っているということを知り、本当に驚いた。夏休みに入って、当然メールが友人から来た。盆の中日に海行ってキャンプしよう。という内容だった。今まで迷信に騙され盆をエンジョイしてなかった。クソー、ジジババメ、という気持ちが大きかった俺は、
すぐオッケーと返したと思う。祖父祖母にバレたら怒られるのは分かっていたので父母にも本当のことは言わず、市内の友人の家でバーベキューやる。その後終電で帰ってくる。多分、帰るのは11時くらいだと思う、と嘘をついた。これなら11時くらいに、終電に乗り遅れた、と電話して、近くのファミレスで過ごす、と言えば大丈夫だろうと思った。父母は晩酌するから、市内まで迎えに来ないと踏んでいた。当日、友人の兄、大学生、の運転する車で、海水浴場に隣接する町営のキャンプ場に向かった。メンバーは、友人の兄も入れて5人。テントの設置を終えて海で泳いだ。人はかなりたくさんいたと思う。ボンでもみんな海で泳いでるじゃねえか、迷惑な迷信をしつけてくんなよ、って思ったから。海でも変な体験はあった。浮いてた海藻がどう見ても長い髪の毛であったり、ランニングシャツ着て海の中でボケっと立ってたおっさんが、急に潜りいくら待っても浮いてこなかったり。あと、記念写真をテントの前で撮ったんだけど、5人とも膝頭に顔のようなものが映ってたり、一人だけ異常に青白い顔してたり。まだいくつもあるけど、どれも気持ち悪いなぁぐらいで、気のせいと言われればそうかもなで終わる程度。日はまだ高かったが5時頃にキャンプ場に戻りバーベキューした。飯食ってる時、今から何する?って話になった。やはり予想通り、お約束の肝試しになった。場所は、車で1時間くらいの約100メートルの山、登山で有名らしい、の登山道から、500メートルくらい入ったところにある神社に決定した。俺はその神社のことは全く知らなかったが、大学生のドキュンの間では出るって有名なところらしい。近くの峠走ってる走り屋が、なぜかここで死んでたとかなんとか。車の中で怖い話、主に友人の兄の体験した話、してた時に教えてくれた。そこへ向かう途中にも、結構奇妙なことが起こった。オートマ車にもかかわらずエンストを起こしたり、山道走ってたら遠くの前方に懐中電灯くらいの明かりが見え、近づいてくるように見えたのに結局誰ともすれ違わなかったり、一本道のはず。地図確認のために路肩に車を寄せて停車したら、車を寄せた方の道路にあった街灯が一斉に消えたり。なぜかみんな、俺も含めて、怖がらず逆に盛り上がっていった。みんなテンションが上がっているのだがおかしなテンションで、なんというか、楽しさで上がっているわけではなく、かといって怖いから無理してあげていこうというのでもない。なんだろうか?言葉で表現しにくいテンション。全身の毛が逆立ってるような感じ?もしここで何かのきっかけがあったとしたら、車の中で、みんなが笑いながら全員死ぬまで殴り合うんじゃないか、と感じさせる異常なテンション。走行しているうちにそこに着いた。駐車場の脇にダムがあり、そこから登山道までダムを半周する形で歩かなければならない。今思えば深夜、と言っても10時くらいだが、で、先には山しかないんだから、なぜ登山道入り口付近に車を近づけしなかったのかわからない。その時は、俺を含め誰も気にならなかったみたい。印象に残ってるのは、みんなにタニタしてた。誰も冗談一つ言ってない。誰も喋ってない。嬉しいことなんて何もない。ひたすら友人の兄の後について歩いてただけなのに。俺もなぜか無性に嬉しかった。多分笑ってたんだと思う。登山道入り口に着いたが、誰もそこで止まることなく山道へ折れていった。山道に入ってからだと思う。誰ともなく。うっふふ。くっくふ。って声を出し始めた。笑い声を無理に押し殺そうとしてできず、口から息が漏れてしまったような声。今思うと本当に気持ち悪いし怖い。あの時俺も多分笑ってたんだからゾッとする。神社に着く頃には、みんな声を出して笑ってた。今思い出してみると、全員引き笑い?になってたような。キッ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 。みたいな笑い方だったから。俺は嬉しくてたまらないのに、涙を流してたはず。あと、軽い呼吸困難みたいになってて苦しかった。神社の鳥居をくぐると、みんな一斉に別々の方向に向かって歩いていった。俺はしばらく境内の中をぼんやりふらつき、小さい池、堀、のようなものを見つけ、その縁にしゃがみ込んでた。涙が池の中に落ちるのが、なぜか楽しくてしょうがなかったんだと思う。うおーい。うおーい。来てー。境内の真ん中で友人の兄が嬉しそうに叫びながらみんなを呼んでいた。
その声を聞いた途端、なぜか今までの最高に嬉しかった気持ちから、急にどうでもいい、だるい、めんどくさい、嫌だ、やるせない、そんな気分に変わり、ああいかんとな、と思った。みんなに近づくにつれどんどん悲しくなった。最後には嗚咽してたかもしれない。懐中電灯に照らされた友人の兄は、満面の笑みを浮かべていた。手には朽ちてささくれだった縄を持っていた。みんなはすすり泣いていたと思う。さあ、着信が入りました。相手は一体誰なのか。この携帯の持ち主の知人でありましょうか。はたまた全くの他人なのか。184を押してしまえば。突然俺の携帯から大音量でアナウンスが始まった。一瞬、ふん、と思うと、ワンテンポ遅れてびっくりし、半分腰が抜け尻餅をついてしまった。と同時に大事なことを思い出した。11時が来た。親に電話しないと。周りを見渡すと俺の隣にいた友人も腰を抜かし、目が合うと。お前の？なんや、ビビったわ。みたいなことを言った。兄の方は、縄を持ったまま小声でゴニョゴニョつぶやいてた。とにかく俺も隣の友人もおかしな状況であることに気づき、変になってる友人3人を揺すった。兄の方も揺すったが縄をつかみ。ってうなってておかしいままだったから、とりあえず駐車場まで戻ろう。兄は最悪引きずっていこうってことになった。縄を取り上げ引っ張ってみると思ったよりすんなりついてきた。なぜか意識がはっきりとしていたであろうこの時の方がよく覚えていない。一回兄が暴れて引っ張ってた弟がこけたような気がしないでもないが、とにかく駐車場の車に乗り込んだ時にはみんないた。車に乗り込んだ時には、時折激しいしゃっくりはするもののいつもの友人の兄に戻っており。ようわからんけど、なんだったんや？みたいなことを言ってた。とりあえず30分ぐらいのところにあるファミレスに行くことになった。また兄がおかしくならないかが心配だったが誰も車の免許を持ってないので、せめてと、平井堅のポップスターとかゆずとか、テンションの上がる歌を熱唱して気を紛らわせた。ファミレスに着くと12時少し前で人はまだたくさんいた。店内に入って席に座った時に着信が入った。母からだった。すっかり電話入れるのを忘れてた。11時過ぎても帰ってこんし、電話は繋がらんし、ほんまにあんたなんしょんな。と怒鳴られた。母が友人の家に電話をかけたらしく、キャンプのため海に行ったことはすでにバレているらしかった。とにかくばあちゃんがカンカンにお怒りらしい。その時は意外に落ち着いており、まだ山に肝試しに行ったことはバレてない。バレたらばあちゃんやじいちゃんがどれだけ怒り狂うか、ショック死するほど悲しむのでは、と思って言わないことにした。確か、キャンプ場で隣の客が変な人だったから、ファミレスで時間を潰してるとかなんとか適当に嘘を言ったと思う。片付けもあるだろうからと、翌日の昼までに家に帰ることを条件に許可が下りた。後から父に聞いたら、その時のばあちゃんはいつもからは想像できないほどに怒っており。もう知らん。と、自分の部屋にこもってしまったらしい。父も生まれて初めてあんなに怒ったばあちゃんを見たらしい。みんなビビってたはずなのに、なぜか自然とさっきの恐怖体験の話になった。こっからの会話は思い出しながらだから若干変わってると思う。最初は、ほんまなんだったん？あれって集団暗示ってやつか？こっくりさんとかってあんな感じになるんか？怖ぁ。みたいな話だったんだけど。でも俺、意識はあったんよね。ぼーっとして流れに逆らえんかっただけっていうか。揺すられた時に流れが消えた感じですっきりしたけど。友人の兄さんは、揺すられた時すっきりせんかったんですか？って、友人の兄に一人が聞いた。俺、最初から最後まで全部意識あったよ。あれ演技なんよ。どう？びっくりしたやろ？幽霊なんておらんって。冷めた？じゃ、もう一回行こう。もう一回さっきのところ行こう。俺らは、はぁ、演技？ふざけんな。って本気で怒った。みんなあの時、自分がおかしくなってたのを自覚してたから、余計に怖くなって怒ったんだと思う。冷めさせてしまって悪かったわ。なあ、もっかい行こうや。次はふざけたりせんけんさ。さっきのところ行こうや、なあ。なあって、もっかい行けばいいやんか。みんなが、絶対もう行かん。って言っても、行こうや。根性なしか。あれくらいでビビる奴がどこにおるんや。もっかい行けば済むことやんか。と、
さっきのところにみんなで戻ろうって繰り返す。語尾が異常に伸びてるのが印象的だった。俺たちは兄にドン引き。冗談でもこれはおかしいって思い始めた。隣に座っていた半泣き状態の弟、兄の手を引いて車まで走ったやつが、脇腹をつつき腕を差し出してきた。腕には、爪で深くえぐるように引っかいた跡が残っていた。今まで気づかなかったのが、不思議なくらい血が出ていた。演技でここまで弟にするか。スネを指さすので見るとそこもない失血していた。みんな兄が演技ではなく今もおかしいままだと確信した。行こうやー。行けばわかるんやけん。って上ごとのようにつぶやく兄を無視し、明日朝一でとりあえずお寺に行こうってことになった。疲れてたからか、賑やかで安心したからか眠気が襲ってきた。それに気づいたのか弟は。兄貴は自分が見るから、寝たい人は寝てくれ。って言った。俺は我慢できずにすぐ寝てしまった。ファミレスの店員に起こされて目が覚めた。みんな寝ていたみたいだった。問題の兄も寝ていた。店員の手前、みんなを起こしてみたところ兄は正常に戻っていた。昨日のことはあまり覚えていないらしいが、とにかくとても幸せな気分で嬉しくて仕方なかったらしい。神社で縄を見つけてからはその後の記憶があやふやで、みんなを呼んだことも覚えてないということだった。記憶はあまりないが感覚として、達成感から来る快楽的なものがすごく、やり遂げた、という感覚だったらしい。6時頃、十分に日が昇ったのでファミレスを出た。そのままどこか近くのお寺に行きたかったが、兄が、朝早すぎるし、この辺の地理はよくわからんから、〇〇さんに行こう。と言い出した。とりあえず一旦キャンプ場に寄ってテントを片付けようということになりキャンプ場へ向かった。テントを畳んでいると母から着信が入った。お父さんと、〇〇キャンプ場の近くの喫茶店でモーニング食べよるけん、迎えに行く。片付けまだなん。終わったらまた連絡して。とのことだった。お寺で一緒にお祓いして欲しかったが、お寺に行くというと理由を説明しなければならない。肝試しがバレるのはごめんだった。片付けが終わり、両親に迎えに来てもらい俺は帰ることになった。父も母も同じ集落出身で、小さい時から盆には海や山に行くなと言われ続けてきたので不安だったらしい。それに加えばあちゃんの慌てようにこれは異常だと感じ迎えに来たということだった。家に着くとじいちゃんばあちゃんはカンカンにお怒りだった。殴られこそしなかったが、今にも殴られんばかりの剣幕で怒鳴られた。嘘をつくことは最低だ。とか。あれだけ何年も言い続けてきたのに海に行ったんか。裏切ったんやね。とか散々に怒られ。今日は一日中お経をあげるように。と言われた。言われた通りお経を読んでいると父と母も部屋に入ってきて読み始めた。最初、俺のために読んでくれていると思ったが、いつまで経ってもやめて部屋から出ようとしない。申し訳なく思って、もうええよ。ありがとう。大丈夫やって、ちゃんと一人で読むから、って言うと。お父さんとお母さん、あんた迎えにキャンプ場の海辺まで行ったやろ？やけん、今日一日ずっとお経読まないかんみたい。それを聞いてゾッとした。父と母は、海が見えるか見えないかのキャンプ場にほんの少しの間いただけだった。このままじゃやばいんじゃないかと不安になった。肝試しで怖い体験したのも、俺が行ったらいかんところへ行ったからなんか？怖くなりばあちゃんのいる今に駆け込み、昨日海と山へ行き山で肝試ししたこと、そこで起こったことすべて洗いざらい喋った。ばあちゃんは目をひんむいて怖い顔したが、とりあえず今日はお経を読み続けるように言った。じいちゃんは呆れた顔をしていたが、無事帰ってきたんやけんよかった。って言ってたと思う。日が変わるまで三人でお経を読み続けた。日が変わって遅い晩ご飯を食べているとき、じいちゃんに、なんでこの集落では盆に海や山に近づいたらダメなのか聞いてみた。また、肝試しの時に怖い思いしたのは、行ったらいかん山や海に行ったからか聞いてみた。じいちゃんは、昔からダメって言われよるだけで、ずっと前に理由を聞いたけどよく覚えてないらしい。聞いたことを要約すると、ここの集落に広がっているのは特殊な仏教？仏教じゃなかったかも。で、神道や一般的な仏教のようなお盆の意味じゃなく、独自のもの、山や海の神とは別で仲が良くない？とかなんとか。興味あるなら、詳しくはお寺に聞けと言われた。
怖い思いをしたのは、海や山に行ったことが直接関係あるかどうかは知らん。まあ、無事に帰ってこれたんやけんよかった。じいちゃんの言葉に、ばあちゃんはずっと頷いてた。とりあえず、あんたは明日朝一番にお寺に行ってきなさい。と祖母に言われた。父に。でも、携帯のアラームが鳴らんかったらお前ら危なかったんと違うか?と言われおかんがした。本当だ。もしあの時にならなかったとしたら5人はどうなっていたんだろう。何のためにセットしといたんか知らんけど、よかったな。考えてみれば11時にアラームセットしておいたのは、この集落の独自の迷信があり破るとひどく怒られるためだ。怒られないために、キャンプがバレないためにセットした。もしこの迷信がなかったら、肝試しの恐怖体験は、俺が海や山に行ったことに関係なく起こるものであったとしたら、背筋が凍ったと同時に、迷信に、またこれを受け継いできた集落に守られた気がした。友人たち、友人の兄はみんなお祓いを受けて、そのごとくに不幸なことは起こっていないみたいです。友人の兄は結婚して幸せに暮らしています。俺は次の日お寺へ行きお祓いしてもらいました。その後また一日中お寺でお経をあげました。今まで特に変わったことはないです。元気に大学生やっています。引っ張られるからという理由でうちも盆はおとなしくしてるな。どっちにしろ引きこもりの気があるから休みの日は外に出ないんだが。そういえば盆の間の夜は窓開けたまま寝るなって言われたわ。信じる信じないは置いといて、そういう習慣を知るのは楽しい。できたら由来とかも知りたいけど。九州だが、盆は海に行ってはいけないのは普通かと思っていた。理由はもちろん呼ばれるから。年を取ると、海も山も、遠くから見てるだけで満足。うちで、映像見てるだけでも満足。夏が少しずつ秋に向かう季節に、海なり山なり行って綺麗だと思うことも大切な気がする。だから、映像でも満足なのかもしれない。お盆でも、子供の頃は海に行きたいと言ったこともあるけど、大丈夫、海は逃げていかへんから、また、今度にしときな、とかいうのが、近所の大人のお約束。この話は、俺が20歳の夏に体験した話。学生だった俺は、夏休みにサークル仲間の S の別荘に8人で行くことになっていた。S は金持ちのお坊ちゃんで。D 子に別荘があるからみんなで行こうぜ。と提案してきた。俺は断る理由もなく彼女と一緒に行くことになった。参加者は男を、女さんの8人。まあいつものメンバーってやつで、気も使わないし気楽な旅行だと思っていた。マイクロバスを貸し切り免許持ちの3人が代わりながら別荘に向かった。車内は免許持ち以外の5人で軽く宴会になって、運転組にブーブー言われていた。俺は免許なしなんで言われる側。それもまた面白く、酒もガンガン飲んでほんと楽しい旅行だった。別荘に近づくにつれ酔いつぶれて寝るやつや、まだまだ飲むぞってやつがいたり、運転放棄した2人も宴会に参加したりしていた。運転はもちろん S だ。別荘の場所を知ってるのは S だけなんだから当然なんだが、本人は納得してないのかブツブツ愚痴っていた。もうすぐ着くぞ。っていう S だが車はどんどん山道を上がっていく。別荘?ご飯じゃねえの?と俺は思ったがもちろん口には出さない。山の頂上に一軒の建物がありそれが S の別荘だった。周りに建物はなくもちろん買い物する場所もない。通りで途中のスーパーで大量に買い物するわけだと思い別荘に荷物を運び込む。確かに静かだしゆっくりできるが、静かすぎだろ、って感じだったがみんなはそれなりに気に入ったみたいだ。別荘って響きがいいんだろう。女子はワイワイ騒いでいた。今日は遅いしゆっくりして、明日は山で山菜採りしよう。松茸もある、かもな。と S は笑いながら言う。みんなも松茸という言葉に絶対見つけてやるとやる気満々って感じだ。俺は、めんどくせえってのが本音だが盛り上がってるところに水を差すほど KY じゃない。晩飯は買ってきた食材でバーベキューをし、それなりに楽しんでその日はみんなで早めに寝た。次の日朝早くから S に叩き起こされ山に入っていった。割と簡単に山菜が取れみんな楽しそうだった。俺は、まあそれなりに楽しんでいた。彼女と二人でなかったら楽しくはなかったかもしれないが、こうなるとみんなはがぜん松茸狙いでどんどん山の中に入っていく。
帰り道は S が気に印をつけていたから心配はないが、はしゃぎすぎて誰か怪我でもしないか心配だった。すると俺の彼女が急に腕をガッと掴んだ。転びそうになったのかと彼女を見ると頭を下げ震えていた。どうした？と聞くと、何も答えずある場所を指さした。なんだよ？と思い指さした方を見ると、俺も固まってしまった。首？釣り？木に人らしきものがぶら下がっていたんだ。俺はなんとか気持ちを落ち着かせまず S を呼んだ。S も声を上げそうになったが、みんなに知れてパニックになるのを考え俺が口を塞いだ。とりあえずみんなにはここで休憩だと言い、俺と S は首吊りらしきものの確認をしに行くことにした。彼女はまだ震えていたが、他の女子に体調が悪いみたいだと伝え預けていくことにした。近づくにつれそれは間違いなく首吊り死体だって思った。S も感じたらしく足を止める。そや近くで見たくはないよ。でも警察に通報するにしても、もし人形だったら大変なことになるし俺は足を進めた。S も少し後ろをついてくる。木の下まで来て確認した。首吊り死体だ。気持ち悪くなり吐き気がしたがなんとか我慢した。S も涙を浮かべながら耐えているみたいだ。早く戻って警察に通報しよう。ここでは携帯は圏外だ。S はうなずきその場を立ち去ろうとしたとき。うわぁ。と叫んで尻餅をついた。なんだよ？と思い、どうした？と言うと。今、死体の目が開いた。と目を閉じながら言う。恐る恐る振り返ってみる。が、目は閉じていた。ほっとして S に閉じてるじゃねえか、と怒鳴ろうとしたがやめた。こんな状況じゃ頭が錯乱してそんな風にもなるだろうと思ったからだ。俺は S を起こしその場を離れようとしたとき、どさっと音がし振り返ると、ロープが切れ死体が落ちていた。死体の目は見開き、俺を見ているみたいに目があった。俺と S はうわーと叫びながらみんなの元に戻った。早く、別荘に戻るぞ、とわけも言わずみんなを走らせる。叫び声を聞いたからか、みんな理由も聞かずとにかく走って別荘に戻った。別荘に着くと、何があったかを伝えみんなで帰り支度をした。早くこの場から立ち去りたかった。S は携帯で通報しようとしていたが、なぜか圏外で繋がらない。昨日は繋がっていて親に連絡していたはずなのにだ。もちろん全員の携帯が圏外だ。絶対におかしい。ありえない状況にみんなパニックで女子は泣き出して早く帰ろうと叫んでいる。とにかく携帯の繋がる場所まで降りて、警察に通報することにしみんなで車に飛び乗り走り出した。山道をすごいスピードで降りる。危ないが誰もスピードを落とせとは言わない。山を半分くらい降りると携帯の電波が立ち、警察に通報するため路肩に止め、S が電話し詳しい場所を伝えた。一安心し車を出そうとした時、笑い声のようなものが聞こえた。イカれた奴の笑い声のような気持ちの悪い笑い声が。みんなも聞こえたらしくまたパニックになる。S は焦って車を走らせる。今までよりも速いスピードで。その時、ボンネットにさっきの首吊り死体が降ってきた。S はハンドルを誤り、木に激しく衝突したみたいだ。というのも、この瞬間から記憶がなく、気づいたら全員病院のベッドの上だったからだ。通報を受けて現場に向かう途中で、事故っている俺たちを見つけた警察から、木に衝突して病院に運ばれたと聞いたからだ。事情聴取は退院後ということになり、俺たちは病院でゆっくり休養した。誰も事故の話しはしない。あの時ボンネットに降ってきたのは間違いなくあの首吊り死体だ。近くで見た俺と S しかわからないだろうが、隊員を俺と S は警察に行き、あるがまま事情を話した。ボンネットに降ってきた死体の話をした時、その場にいた二人の刑事は無言で目を合わせた。そりゃ信じないだろうなと思った。だけど間違いなく降ってきたんだ。刑事は、首吊り死体は確かにあったよ。通報してくれた場所にロープに吊られていた。身元はまだ不明だがすぐにわかるだろう。ということだった。うん？ちょっと待てよ。死体は事故った車の近くにはなかった。納得はできないがまあどうしようもない。だけど、首をロープに吊られていた？そんなはずない。俺と S は木から落ちたのを見たんだ。俺と目があった。あの目は忘れたくても頭から離れない。俺と S は目を合わせたが、追及はしなかった。警察が現場で見た状況を俺たちに伝えたんだ。それが現実なんだろうと思ったからだ。納得はしてないけどね。挨拶をし帰ろうとした時、
そうだ、さっきの首吊り死体がボンネットに降ってきたって話なんだがね。と刑事が言う。信じるわけにはいかないんだが、死体は山の奥で見つかったわけだし。なんだ？何が言いたい？と思い聞いていた。事故を起こした車のボンネットに手形がついていてね、首を吊った死体と一致しているんだよ。やっぱりあれは幻なんかじゃなかったんだと思ったと同時に、背筋に冷たい汗が流れた。本家のシャレコアを読むといろいろと奇妙な地方の風習が出てきますが、私も子供の頃に土地神への捧げ物となった体験があります。その時のことを書いてみます。私の住んでいたところは今は合併で市の一部になりましたが、約30年前の当時からすでに過疎の進んだ山村でした。秋祭りにしては遅い10月の初めに、お察者と呼ばれるお祭りがありました。これは漢字にするとどの字を当てるのか未だにわかりません。これが正式な名前なのですが、村の大人たちは里にいる時にはこのお祭りのことをお返しとも呼んでいました。里からやや外れた山中まで400段ほどの丸木を据えた参道が続き、古いお社があります。そこは2軒四方ばかりの小さな社殿一つだけで、ここ何十年も改築などされておらず、柱などは相当に傷んでいました。ご神体は社内にはなく、背後の深い山々がご神体そのものであるようでした。当然、神職も常駐してはいません。社の前は草木が刈られて小さな広間となっておりましたが、そこに神職はじめ、村の主だった者が集まって、土地神へ捧げるお祭りを執り行うのです。その時に社前で舞を舞う男の子が一人おり、西路と呼ばれていましたが、これもどのような漢字を当てるかはわかりません。そして次の年の西路に私がなったのです。西路は前年の祭りが終わった12月に、11歳の男の子の中から選ばれます。自分で言うのもなんですが、西路に選ばれるのは顔立ちの優しい、体つきの華奢な子です。そして選ばれたその日から、西路は女の子として育てられます。髪を伸ばし、女の着物を着て、村長のお屋敷の一間を借りて過ごします。学校へはその1年は行きません。義務教育なので行かなくてはならないのですが、村立小学校でも問題にはせず、1年間欠席扱いです。そして学校の勉強をしない代わりに、お祭りで舞う踊りを習います。神職が小の笛、五郎が七力などを担当し、陽気ではあるものの、現代の音楽に比すれば随分間延びした曲を演奏します。生まれつき鈍かった私は、習い覚えるのに随分と苦労したことを思い出します。村長のお屋敷から外に出ることはできませんが、毎日のように両親や祖父母が会いに来てくれました。ただ学校の友達とは会うのを禁じられていたため、それは寂しく感じました。早いもので1年が過ぎ、お察者の前日となりました。この頃には家族との面会もできなくなっていました。髪はもう肩のあたりまで伸び、自分で鏡を見ても丸切り女の子でした。その日は水彫りをして眠ります。いよいよ当日となれば、朝から薄化粧を施されます。昼中は村は農作業をする者もおらず、平日でも学校も昼には終わります。おみこしなどの神事は特になく、村人の多くは提灯を掲げたりして家でお祭りをしています。神職たちは細々とお祭りの準備をします。私は昼時に紙餅を少し食べさせられただけです。そして夕暮れになると、巫女のような着物を着せられた西路は、巫女という竹で編んだ大きな鳥籠のようなものに入れられ、丸木を組んだものの上に乗せられ、男衆20人ほどに担がれて、掛け声とともに参道をお社へと向かいます。この時女や子供は山に登ることはできません。参道の途中途中にはたくさんの登りが建てられ、お社前の広場には高々とかがり火が焚かれています。お察者はまず、神職の工場から始まります。村人の中にも意味のわかるものは少ない、日本語とは思えないようなものです。その後に神への煮えが捧げられます。酒と御幣と数日前に村人が仕留めた一頭ずつの鹿とイノシシです。そしてまた祝詞のようなものがあり、私は煮から出されます。ここで1年間習い覚えた踊りを披露します。私は無我夢中で踊り、なんとか一つも間違えずに終えました。周りを囲んだ男衆から口々に良い出来だ、今年は良いなどの声が聞こえます。そうして踊り終えた私は茶碗一杯のおみきを一息に飲むように命じられました。
そして一同はこれで帰ってしまうのですが、お察しは私にとってはまだ続きます。明日の朝、里で一番鳥が鳴くまで、このお社の中に一晩こもって過ごさなくてはならないのです。雪の降る地方ではないのですが、10月の山は寒く、薄い白い肌襦袢を着て過ごすので、寝ることはほとんどできないという話を事前に聞いていました。私は初めて大量に飲んだ酒のために体がほてり、まだ寒さは感じず、何もない社殿の中の山側の壁にもたれていました。神職が私のそばに来て、ちょっと怖い目をするかもしれないが心配ない。何も危険なことはないから、決して逃げ出したりせずしっかり勤めてくれ。そう言って、外に出て扉に錠をかけたようでした。板の隙間からわずかに見えていたかがり火が消され、男たちの声も消えました。お社の中は明かりもなく真の暗闇となりました。外はほとんど風もないようです。不思議と怖いとは感じませんでしたし、危険があるとも思いませんでした。なぜなら、これまで毎年代々に城を務めた人たちは、村を出た人以外は皆健在であったからです。ただしに城としてこのお社の中で経験したことは、絶対に人に言ってはいけないし、また聞いてもいけないことになっていたため、どのようなことが起きるのかはわかりません。かすかにこの葉がさやぐ音が壁を通して伝わってきます。3時間ばかり過ぎ、寒くなってきました。これでは寝ることは到底できません。一枚だけ与えられた薄い白絹の布にくるまり、壁にもたれて膝を抱えていると、ふっと真っ暗で何も見えないのに、社殿内の空気が変わったのがわかりました。それと同時に社殿内がものすごく獣臭くなり、何者かがいる気配がします。それも二頭の息遣いに聞こえます。身を固くしていると、あっという間に白絹を剥がされ、私の体は宙に浮きました。ひょいと足首を掴んで持ち上げられたのだと思いました。そして肌襦袢も脱がされ、体中をまさぐられる感触があります。それも毛むくじゃらの手で、何本もの手で全身をまさぐられています。私は恐ろしさで声も立てられず気が遠のいていくのを感じましたが、その時獣のうなり声が聞こえてきました。そしてこれは声に出した会話というのではなく、直接私の頭の中に意味として入ってきたものです。これは見た目良いと思ったが、おなごではない。おなごではないな。またたばかられたか。今年もたばかられたか。酒と獣肉はもろうておこうぞ。これは返そう。うむ、返そうか。そして私の体はドーンと床に投げ出され、今度こそ本当に気を失いました。そして次に目覚めたのは小鳥の声、そして朝の眩しい光でした。社殿の扉が開いており、神職たちが迎えに来てくださっていたのです。これで話は終わりです。二城は二重城かな。二重の実の城。二籠は二重籠。なぜなら、これまで毎年代々二城を務めた人たちは、村を出た人以外は皆健在であったからです。村を出た人の身に、何かあったようにも読めて怖い。モンスターエンジンの元ネタはこれだったのか。ただし二城としてこのお社の中で経験したことは、絶対に人に言ってはいけないし、また聞いてもいけないことになっていたため、どのようなことが起きるのかはわかりません。じゃあ、書いてみてもいいのか？この祭りはまだ続いているのか疑問だな。30年前からかそってるなら、今はじいさんばあさんばかりで11歳の子を毎年って難しいだろ。祭りが過去のものになったから書いたんじゃなかろうか。今年はおなご来るかな？今年こそおなごだよ。運年連続でたばかられたから、今年はそろそろ来るよ。お、めっちゃかわゆい。今年は当たりだね。さわさわペタペタ、さわさわペタペタ。ぶわ。たばかられた。獣人かわいい。ご視聴ありがとうございました。今回はこれで終わりとなります。また近々お会いしましょう。おやすま。